まさか今まで寝てたんじゃないでしょうね。呆れた。今日終業式だったのよ。シックボーイばっかり言ってないで、こういう時ぐらい学校来なさいよね。寝ぼけないで。休みなんかないわよ。先生補習受けないやつは留年にするって言ってたんだから。今日という今日は言わせてもらうからね。これからそっち行くわ。ちゃんと待ってるのよ。いらっしゃいませ。世界中と対戦可能アミューズメントクラブシックボーイへようこそ。いらっしゃい。お前ハマってるね。あんまりゲームばっかりやりすぎてるとジャンキーになっちまうぜ。聞いてるのか人の話。昨日の今日じゃ何もないよ。相変わらずうちのランキング1位はお前だし、特にレアな GM を持ってるやつも見当たらないし。まだ諦めてないんだ。精霊王なんて幻のアイテムだぜ。第一、そんな超レアな GM 持ってたらお前人生変わっちまうよ。だからって親からもらった大切な体だ。脊髄にパカパカとプラグの穴開けてテクノドラッグ決めちまうような大人にはなるなよ。お前見てると説教したくなるんだよ。ん？待てよ。昼間来た子が精霊王がどうとか言ってたな。よくうちに来る子だけど誰だっけ？よし、今日は随分と遅いご登場だな。キーベのやつもとっくに来てるぜ。またまた。どうせ一晩中 GMD してたんだろ、ここで。お前今日も学校サボったろ。マリエちゃん激怒してたぜ。お前ね、もったいないよ。彼女可愛いよ、結構いい線いってるよ。あんな子に心配してもらえるなんて、お前幸せ者だよ。今どこ？またシックボーイでしょ。よくない。これから行くって言ったのに黙って出かけちゃうなんてひどいじゃない。とにかく今から行くから、今度こそ絶対動かないでよね。絶対動かないでよね。出れるな出れるな。ところでさ、お前が探していた例の精霊王って GM 見つかったか？おやおや、熱くなっちゃって。その様子じゃまだみたいだな。ま、精霊王といえば
超レアな幻の GM だからな。そうそう見つかりゃしないって。ゆっくりと気長に探すんだな。あー、ムカつく！だからふざけんじゃねえよ！おう、こうもこうもねえよ。対戦した野郎は汚えって使いやがってよ。そんなこと言うならお前やってみろよ。絶対ムカつくからよ。はい、マスターご、ぶ、さ、た。今日のデュエルはちょっと薄暗くて埃っぽいシックボーイ、アーケードナンバー110628。相手の顔見た？あれって絶対ビビってるわよ。じゃあ頑張ってね。Thank you.
変わらずやるじゃねえか。見ててスッとしたぜ。やっぱよ、お前強えよ。なに？そういうこと言うか、お前。見てろ、今度強え GM 買ってきて叩きのめしてやるからよ。お、いたいた。久しぶり、元気してた？あら、ご挨拶ね。人がせっかくいいもの持ってきてあげてるのに。うん、知りたい？じゃーん！これなんだ？鈍いな、君。これに入ってんのよ。数ある GM の中でめったと手に入らない幻の超レア GM。私としてみたい？言っとくけど、覚悟決めた方がいいよ。この精霊王ってマジですごいんだから。あんたも少し強めの GM 買い足しておいた方がいいんじゃない？生半可な GM じゃ一撃粉砕だからね。じゃあその気になったら声をかけね。見つけたわよ。いつまでゲームやってるつもり？今の子は誰？誰なの？ずいぶん楽しそうじゃない。何よ、人が心配してるのに。知らない。覚悟はできた？見せてあげる、精霊王の力。なにこれ、どうなってんの？最低、まだまだこれからだったのに。冗談、正真正銘の本物だって。手に入れるの苦労したんだから。ネット警察だ。全員そのまま動くな。やばい。話はあと、一緒に逃げて。早く。動くなって言っただろう、クソガキが。待て。それ、もしかして私のこと疑ってくれちゃってるわけ？それってあんまりじゃない？
嫌いなの警察。勝手にって見捨てるつもり？まだその辺警察がうろうろしてるかもしれないじゃない。その危険の真っ只中にか弱い女性を一人にするわけ、私を大都会に置き去りにするわけ、わけわかんないままほっぽり投げとくわけ、ふふーん。共犯者でしょ。ラッキー。壊れてんじゃないの？精霊王のことを嗅ぎ回ってるってのは。サラ、やめろ。あんな女こっちから願い下げだ。おとなしく精霊王を返しな。こっちから願い下げだ。何って、ちょっとそれどういう意味？それが命の恩人に対して言う言葉？私はね、どこかのバカが狙われてるとも知らないでバカなジャンク屋の言うことをバカ正直に信じ込んで、バカみたいに危ない場所にバカ突き刺さって向かったから、このバカをバカみたいに助けただけだよ。ふぅ、もう最低。買ったばっかりの服なのに台無し。下までびしょびしょ。何見てるのよ。嘘、メイが浴場してたね。やらしいやつ。いらっしゃい、遅いから心配。勘違いしないでね。うわ、かわいい下着。かわいいって、こっちのフリルついてる。こういうの欲しかったんだ。サイズ合うかな。同じくらいでない？いや、ちょっと私の方が大きいかな。
だな。何見てんのよ。そんなジロジロ見ないでよ。見ないでって言ってるでしょ。ブラグアートなんて珍しくないでしょ。何よ、あんたもマリエも汚いもの見るみたいな目で。けどいいわよ、どうせ汚いんだから。あんたを巻き込んだあげく、しらばっくれて騙してたんだもん。頬に傷のある男に精霊王をもらったなんて全部嘘。私がトニーのジャンク屋から盗んだのよ。あいつ、私に何したと思う？毎日毎日、道具みたいにこき使われて。だから盗んでやったのよ。悪い？私が気持ちいいからやってるのよ。なんか文句ある？あんたたちに何か迷惑かけた？最近サラ来てないけど、どうしたんだ？あいつも追われてるんじゃないのか？ずいぶん突き放してんな。なんかあったのか？世界中と対戦可能アミューズメントクラブシックボーイへようこそ。さっきマリエちゃんが来てたぜ。まだ近くにいるんじゃないのか？それからデュエルフロアの方で精霊王がどうとか盛り上がってたぜ。行ってみたらどうだ？もう大変よ。ああ、こっちこそごめん。
なんか嬉しかった。気持ちいいっていうの？ああいうこと言われるの初めてだったから。もうテクノドラッグとか手出さないよ多分。まあこっちはこっちでうまくやるから、そっちもしっかり情報を集めてくれたまえ。信じてるぞ共犯者。サラ元気が戻ったみたい。誰かが元気くれたからじゃない？分かってないのね。もうグズグズ、こんなやつ楽勝よ。じゃ、頑張ってね。
Thank you.